皆さんお疲れ様です。ゆりです。先日からちょこちょこ動画をアップさせていただいてるギター弾き語りにの動画についてのご質問に今日も答えていこうかなというふうに思います。今日はですね、どんな風に撮影しているのかっていうのをお話ししていきたいと思います。はい、では早速なんですけれども、質問の中で音と映像を別々に撮っているのかっていう質問があったんですが、一緒に撮っております。昔ヤマハのミキサーを使って音を比較するっていう動画を撮ったんですけれども、それで音だけ別で撮影していたので、ギターの弾き語り動画も音を別で撮っているんですかというご質問だったんですが、あれはあの動画の時にヤマハのミキサーを使ってみたかったので音を別で撮ったんですが、普段のギターの弾き語りの動画では音は別で撮っておりません。で、あのミキサーも使っておりません。で、先日動画を上げた通り、iPhone のカメラアプリでビデオにして iPhone にマイクをつけて、それで映像も音も一緒に撮っております。そしてですね、もうちょっと詳しく説明すると、私はギターの弾き語りの動画を一発撮りで撮っております。で、一発撮りなんですけれども、ファーストテイクではありません。ギターの弾き始めからギターの弾き終わりまでを一発で撮っていて、間で区切って編集したりとか音をつなぎ合わせたりとか、そういうことはしていなくて、一発で最初から最後まで歌い切って、それにテロップをつけているっていう感じですね。一発撮りをしてる理由がいくつかあって、まず一つ目なんですけれども、ていうか一発撮りをしている最大の理由なんですけれども、なんか途中で止まって歌い直ししたりとかしてしまうと、なんか自分的に気持ちが途切れてしまうっていうのがあって、一発撮りにこだわって今までずっとギターの弾き語りは一発撮りで撮ったものを上げるようにしています。ただ過去上げた動画の中で 2,3 回ぐらいは1回区切った曲があったかなというふうに思います。で、それは概要欄に一発撮りしてますって書いてないやつがそのパターンですね。なんかこう一発で最初から最後までやってる中で変な音が途中で入っちゃったりした時に音を別のものに差し替えたものが 1,2 個 2,3 個ぐらいあるかなっていう感じです。それ以外はほとんど一発撮りをしております。で、さっき言ってたみたいに一発撮りだけどファーストテイクではないです。さすがにちょっとその力はまだなくてですね、カメラで撮ってるってなると今でもドキドキするので、よし撮るぞって思って一回回しただけで全て間違えないで歌い切るっていうのがまだできないので、その撮影する日は何度も同じ曲を歌って最初から最後まで間違えずにやりきることもなんか自分の目標としてあって、なんか私の中でその曲を完成させるイコール最初から最後まで間違えずに歌い切るっていうのが目標でもあるので、撮影日はその最初から最後まで間違えずに歌い切れるまで撮影しているっていう感じですね。はい、なので途中で
間違えちゃったりした時にもう一回1からやり始めて最後まで歌い切れるまでずっと撮影してます。日によってなので何度も何度も撮り直してテイク何までやるかっていうのは本当に曲によって自分のコンディションによって異なるっていう感じです。もう本当に iPhone がパンパンになるまで撮り続けたりもしております。一発撮りするのって結構大変だったりもするんですけれども、その分私は編集が結構楽だなと思っていて、一発撮りするとですね、映像をつなぎ合わせたりとか音をつなぎ合わせたりとかっていう作業は全くしないので、本当に出来上がった一発の曲にテロップをつけていくっていう作業だけするっていう感じですね。で最近はそのガレージバンドで音に雰囲気を付け足したりしてるんですけれども、それも凝ったことは何一つしてないので、本当にその一個の長い動画を動画全体に対して雰囲気をつけたり音を上げたりとかっていうのをするっていう感じです。そう、しかも私がこれまで上げた弾き語りの動画の中で曲単体で一番伸びている動画がアイミョンさんのマリーゴールドのカバーをした動画を一番見ていただいているんですけれども、その動画は、音を全く編集してなくって、かつその一発撮り でテロップも iMovie でつけてるんですね。なので本当に撮った動画に対して iMovie でテキストのちょっとなんていう名前のテキストか忘れちゃったので後で書いておきます。テキストを選んでそこに歌詞とコードを書いているっていう感じなので、ギターの弾き語りの動画に関しては編集はそんなに時間がかかってないです。間違えずに日本語を入力してコードのアルファベットを間違えずに入力するっていうぐらいしか編集の労力はかかってないという感じでございます。なのでもし YouTube に動画をアップしてみたいなって思っている方がいらっしゃったら、とりあえず iPhone とあとは音が気になれば iPhone につける用のマイクと三脚を買って撮って、そして編集自体はしないでそのまま上げてもいいと思いますし、またはそのままだとちょっと音がね小さいような気がするので、音を音量を上げるっていう意味でも一回 iMovie とかに入れて音量を上げてで書き出してアップするっていうのが一番手軽に手頃にできるんじゃないかなと。一発撮りで撮影するのって気持ちが込められてとっても私はいいなと思うんですけど、やっぱり途中で集中力が切れたりとか、あとなんかもうどうしようもない生活音がたまに入ってくるんですよね。なんかトラックの音とか、あとは救急車の音とか、なんかバイクとか人々の声とか、たまにわーって入ってきた時に止めてもう一回やり直ししてるので、そういった面ではちょっと時間がかかっちゃったりはするのかなと思います。ただめげずに演奏して撮影しまくっております。はい、本日の動画は以上となります。一
つもギターの弾き語りをどういう感じで撮影しているのかっていうのをお話しさせていただきました。少しでも参考になったなって思ってくださった方はグッドボタンやチャンネル登録をお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。